こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はアンティークコイン投資から学んだお金に好かれるうまくいく人の行動の16番目ということで、信頼されるということについて話をしていきたいと思います。1つ目、納期や待ち合わせ時間などは日本人には大事。2つ目、信頼に欠ける人は常に自分目線。3つ目、仕事の指示や返答はその趣旨を伝えるほど良い。4つ目、理解したかを必ず確認していくと。この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。今回16番目ということで、お金に好かれるための人の行動ですね。信頼されるって当たり前のことを言ってるんですが、この信頼されるかどうかっていうのは、本当にこの1点だけ信頼されるっていうようなやり方ではなくて、もう常日頃からどんな時間、どんな相手に、どんな仕事に対しても、ある程度のクオリティを出し続けなきゃいけないっていうのが、この信頼されるっていうことだと思います。私も、最近この、動画でもよく喋ってるんですが、かなり忙しくなりすぎていて、こうなかなか自分の持ってるクオリティでの対応っていうのが、できなくなってきてはいるんですが、それでも最低限ここは守ろうよっていうルールを決めて、ご対応させていただいてます。やはりいろんなこの、質問も来るし、これ、査定してください。要はいくらになるか知りたいとか、こっちとこっちだったらどっちがコイン値上がりしますかとか、もういろんな質問が来ます。ただこれも僕がすごい不遜だと、いやそれあなたはうちの商売に関係ないから無視っていうことは押していったら信頼がゼロになってしまうので、そうではなくて、この人の望んでいることは実質なんだろうっていうことを、捉えて、ここで話を、質問を返していくような感じですね。例えばコインが20枚乗っていて、これの買取価格いくらですかっていうふうに言われて、自分としては全部を見定める時間もないんで、これとこれは興味あるんで、これだったらこれぐらいの価格で買い取れますよっていう話をすることもそうですし、これとこれの値段というか、どっちのコインが将来性高いですかというふうに聞かれたとしたら、自分としてはこっちだと思うとかっていう話をするけど、それがまた他社さんですね、他のディーラーさんのコインの、価格の適正かどうかを知りたいとかっていうふうな質問が来ても、それいくらでいつ買ったかもわからないからみたいなお返事をしたりもしています。なので、質問の、趣旨とか、相手が欲しい内容とかを見てですね、その中でなるべく丁寧に、返事をするようなことを、私としてはこの信頼されるっていうところではしています。で、1つ目のこの納期や待ち合わせ時間などは日本人には大事ってことで、私よく言われるのは、石山さんメールの返事がものすごい早いっていうふうによく言われています。今はちょっと時間がかかるパターンもあるし、あえてすぐに返事をしないパターンもあるんですが、基本的にはクイックレスポンスで相手に返事をするっていうことをこれ徹底してますんで、これなぜかっていうと、はっきり言うとですね、自分への仕事とか何かを買いたいっていうことを迷っている人がいたとしたら、自分がその返事をしないってことは相手も返事をしないってことなんですね。つまり、例えば請求書が来たらすぐ払うっていうのは、じゃあうちのサイトで何かコインを買いたいとか、私に仕事を依頼したいっていう人が迷ってる、悩んでる、お金を払うかどうか決めかねてるっていうことがあるから、私は請求書が来たらすぐ払うし、質問が来たらすぐ返すんですね。なので、このように納期や待ち合わせ時間などは、日本人には大事って書いたのは、今のようにクイックレスポンスをすればするほど日本人の人っていうのは本当に喜ぶし、仕事だったらやはり納期ですよね。このメール本当は5秒で返事が欲しいっていうものを翌日に回す人と、5秒で欲しいとこを5分後に返事する人ではもう、信頼感が圧倒的に違うので、このように、クイックレスポンスをしていくと非常にいいんじゃないかなと。あとやはり待ち合わせ時間ですね。日本人って本当に几帳面で、電車とかバスも時間通りに来るし、何かのアポイントも、5分前行動みたいなのが徹底してると思うんで、日本で生きていく上ではこの納期とか待ち合わせ時間っていうのは守るのは本当にもう常識であって、どっちかっていうとその納期より前の日に出すとか、相手を上回る期待のレスポンスをするとかが、私としては信頼されるコツだというふうに思います。2つ目ですね、信頼に欠ける人は常に自分目線
なんですね。まあ私もこれ自分でよく喋ってて自分でも反省してるんですけど、相手はさっきも言ったんですけど、相手は20通りのコインの査定をしてほしいって言ったら本当は20通り出さなきゃいけないんですけど、まあ20通り出すのが相手目線ですよね。で、自分は欲しいのしか出さないから、2つしか出さないから自分目線なので、この自分目線をなるべく減らしていって、相手の要望を上回るものを出していくとより信頼されるっていうことだと思います。まあなかなか皆さん仕事をしてて時間も限られていて、自分のクライアントの、当然優劣というか決まってると思います。よく買ってくれる人、要はお金を落としてくれる人ですね、まあ、対企業であっても、担当者が気に入っている人とか、いろんなパターンがあると思うんですけど、そこをやはりもう1ランク上に行くには、その差別をなるべくつけないで相手の期待を上回る答えを返していくっていうことが、この信頼されるコツだというふうに思います。やはり自分目線になりやすい、特に家族関係とかだとそうだと思うんですけど、ここで相手の話を聞いてあげる、相手の話、要望を聞いてあげるっていうことを、これも言い方が合ってるかどうか分かんないですけど、僕としては貯金しておくっていうイメージですね。特に家族の要望とか聞いておくと貯金できるんで、これを、対社会に出すと、回収できると。これ別に因果応報を知ってて、打算的にやってるわけではないんですが、どっちかっていうとそういうふうな、もう癖ですね、習慣づけていくとそれが当たり前になっていくので、もう意思も意図もないですし、それをやっていくとどんどん信頼されるんじゃないかなっていうふうに思います。で、3つ目ですね、仕事の指示や返答はその趣旨を伝えるほど良いと。まあこれ例えば動画作っといてっていうセリフなのか、この動画はこういうふうに伝えたいからこういうことを入れてってほしいっていうことを伝えていくかの違いによって、その動画の出来上がりも違ってくると思うんですね。まあこの YouTube も、今、外注ですよね、外にお金を払って、お願いしてるんですけど、相手から出てきた時に、まあこれもっとこういうふうに、こういうふうにしたいのでこうしてくださいっていうような伝え方をしたりします。なのでなるべく少ない時間で打ち合わせが完了するように、こちらの意図をですね、なぜそれをしたいのかっていうことを最初にくっつけて話をすると、非常に相手に伝わるというふうに思います。まあ私もその講義ですね、人に何かを教えてるパターンの時はよくそのセリフで伝えます。ここはこういう意図でこの人は作ってて、これを見てる人はこれが欲しいんだと、結果がこれが欲しいからこういう意図で作ってるっていうような話をするんですね。なので例えば何かのプロモーションの動画を作った時に、その自己紹介を入れるっていうセオリーがあるとしたら、自己紹介はあなたの話を聞きたいんじゃなくて、あなたの話がですね、私にとって有意義かどうかを知りたいっていうふうに僕だったら教えるんですね。なので、じゃあ石山って人がいて2007年に起業して、今13年ぐらいこうビジネスをやってるっていう話を聞きたいんじゃなくて、みんなは私が、不動産投資ではこういう成功した、こういう失敗をした、アンティークコインではこういう成功した、こういう失敗をしたっていう話を聞きたいんだと。なので、あなたの背景とか関係ないみたいな説明をよくします。なので、実際に聞きたい話っていうのが、まあこれ僕散々今 YouTube で喋ってて、自分のチャンネルだから好きなこと喋ってるんですけど、まああと画面の向こうにいらっしゃる方がどんなことを知りたいか知らないから喋っているんですが、私がこれ終始一貫して言ってるのは、コインだけを買っていてもお金の器は増えないって話を実はしてます。なのでコインを買いつつお金の器を増やすには、このうまくいく人の行動の一番最初からですね、考え方から今行動の途中まで全部見てって、そのように行動していけばどんどんお金の器広がっていくよっていうふうに思ってこのビデオを作っています。なのでこの趣旨を伝えるほど相手は理解力が深まるので、そのようにしていくといいんじゃないかなっていうふうに思います。4つ目ですね、理解したかを必ず確認していくと。まあこれコンサルの時ですね、特に、まあ、これこれこういうふうにした方がいいと思いますよとか、これこれを理解しましたかってよく聞きます。理解してないの僕はもう一発で分かるんで、いやこれ分かんないんだ、じゃあ言い方を変えるんですね、伝え方を変えて、これこれこういうふうになってるからそこを直した方がいいっていうんですね、もしくは
これこれこうなってるからこういうふうに作り直した方がいいっていう話をします。なので理解したかどうかを確認せず よくある話は言った言わないの話が一番あると思います。言った言わないの話っていうのは、私はこう伝えましたって、そう伝えたのにやってこないあなたが悪いんでしょって話が日常茶飯事で溢れてると思うんですが、そうではなく、私はこういうふうに思ってこのことをやってほしいです、理解しましたかっていうことを、これこれこういうふうな意図で作るんですよねっていう返事を聞かなきゃいけないってことですね。で、それをちゃんと、まあ、議事録とか取っておけば、これこれこういう意図で作ってほしいってことが履歴に残るので、相手がその仕事を上げてきた時に、それを見て、いやこれこれこういうふうに作ってほしいんですけど、そういうふうにできてないですよねって突っ込んで修正していくことができるんですね。なのでそのように、お互いの信頼関係を増すためにも、相手への仕事の指示の仕方とか確認の仕方を気をつけてやっていくと、あの人の仕事は、分かりやすいしやりやすかったみたいな信頼が生まれるっていうふうに思います。そろそろまとめですね。1番目、納期や待ち合わせ時間などは日本人には大事ということで、やはり日本人は時間を大事にする、民族なので、その時間を上回るぐらいの結果を出しましょうというのが1番目です。で、2番目、信頼にかける人は常に自分目線なんで、自分目線はもちろん人間だから誰でもあるんですけど、それを上回ることを、乗せて出していくということが信頼されるコツだというふうに思います。で、3つ目、仕事の指示や返答はその趣旨を伝えるほど良いということで、やはりどういう意図でそれを作っていくのか、どういうふうに伝えたいがためにその資料を作るかということが全てなので、そのように事細かくやっていけば、お互いに、時間が短縮できて内容のいいものができるというふうに思います。4つ目、理解したかを必ず確認していく。言った言わないの話にならないように、こういう意図でこの商品を作ってください、この資料を作ってくださいっていうことをきっちり伝えて、相手からその返答もこういう意思で作ればいいんですねっていうのをちゃんと履歴が残るように、まあ、できればメールとかでもらっておくと、ズレのない仕事をしてもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。本日の動画はですね、ぜひためになった、面白かったっていう方はぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あと何か今回の動画、他にももちろん恋の話でもいいんですが、何かご意見、ご感想とかですね、質問があればぜひコメント欄に記載していただければと思います。あと、まだチャンネル登録をしていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。